の、汗くん。え？手伝ってくれてありがとうございました。それじゃ。ちょっと待って。残念、もう食べ終わったよね。まだまだ。だって来るって言ってたから、先に食べるのは。くー、藤宮さん。はい、食べよう。うん、カラオケって楽しい？え、で、もしかしてカラオケ行ったことないの？ごめん。その、じゃあ今度俺と一緒に行きませんか？それは絶対無理。ああ、ごめんね。クレープか、いいね。長谷君もクレープ好き？好きだよ。ここはどうかな、座るところがたくさんあると。そんな、私はただ他の人はこういうお店に興味があるのかなと思っただけで、別に一緒に行きたいとかそんなことではなくて。別にそれでも第一友達じゃないし。おいしい。よかった。何このホワホワした感じ。ホワホワって？なんかすげえまったりしてるというか、甘ったるいというか、見てて食欲なくなったんだけど。ひでえ。それに手作り弁当って、もしかしてお前ら付き合ってんの？え？うわー。相変わらずの空気だ。うわー。いいからちょっと、藤宮さんちょっと待ってね。藤宮さん退屈じゃない？ううん、大丈夫。いつも長谷君には支えてもらってるし、私が力になれることがあるならさせてもらいたいの。だからわからないところは何でも聞いてね。天使だ。え？あ、なんでもない。優しいし、しっかりしてるし、可愛いし、文句のつけどころがないもんな。え？あ、可愛いっていうか、そのほら、なんというか。男の人に可愛いって言ってもらったの初めてだったからびっくりしちゃった。でも素直に嬉しい。ありがとう。そっか、そうだよね。学校もないもんね。夏休みあんまり会えない？いやいや、会える。だからこそ約束しに来たというか。そっか、よかった。じゃあ夏休みもいっぱい会おうね。うん、はい、お誕生日おめでとう。え、あ、そっか、今日俺誕生日か。藤宮さん。はい。藤宮さんは俺のことどう思ってますか？え？え？うわ、何聞いてんだ俺。ごめん、今のなし。私は長谷君のこと好きだよ。ええー！省吾や山岸さんのことも好きだよね。うん。数学も好きだよね。好きだよ。ええ。痒み止めだよ。最近ずっと痒そうにしてるから持ってきたの。ありがとう。いえいえ。はあ、楽しみすぎて昨夜はあんまり眠れなかった。遠足前の子供かよ。おはよう、長谷君。藤宮さん、昨
昨日はワクワクしちゃってなかなか寝つけなかったよ。似た者同士か。はい、ボール。ありがとう。はい、タオル。早く乾かさないと風邪ひいちゃうよ。ありがとう。タオルの正しい渡し方はこうだ。何すんだよ。顔を引き締めてやったんだよ。ひどい。この、うん、な逃げるな。藤宮さん。ハセ君。あ、火分けてください。あ、いいよ。綺麗だね。あ、消えた。ハセ君、私ね、好きだよ。花火。花火はいいよね。そうだよね。それじゃ明日学校でね。うん。じゃあ私あっちだから。ああ待って。お？ん？これって数学の課題。私前にも誰かに同じようなことしてもらわなかったっけ。あ、小学生の頃。あれって桐生君だったんだね。でもなんで。別に誰かは分からなかったけど、こういう頼りになる人にお世話してもらいたいなってずっと夢見てたんだ。俺やり方間違えたな。それじゃ。あ、キリュウくん。あ？これありがとうございます。小学生の頃もこれからも期待してます。バカ。晩ご飯も食べてって。お母さんに言ってくるから。そんなの申し訳ない。ごめん。どこかぶつけ。すごい音がしたけどどうしたの？二人とも。お取り込み中失礼しました。違うんです。今のはちょっとしたアクシデントで。分かった分かったから。僕がつまずいちゃって、それで藤井さんが倒れて。とにかくそういうんじゃないんですから。香織ちゃんの様子がなんかおかしい。そういうのには感づけるんだな。桐生君とだったら家族になれる。はい。桐生君すごく頼りになるし、しっかりした旦那さんになるだろうし、私の旦那さんに。結構痛い。お、翔吾、待っててくれたの。いや、そうじゃない。え、なんで顔赤いの。気のせいだろ。使うか。落ち葉いっぱいになったので捨ててきます。ところで、お前はなんで俺を避けてんだ。時か。それはごめん。素直に謝る桐生君って
なんか変。俺は悪いと思ったら謝る。じゃあこれからも頼りまくってもいいですか？別にいいけど、甘やかすつもりはねえからな。ラジャー、今日はありがとう。結局こんなところまで来てもらっちゃって。うん、じゃあまた。うん。あ、藤宮さん、行っていいよ。長谷くんこそ、どうぞ。うちの近くまで送ってくよ。はあ、少し早いけど初詣していかない？あ、うん。今日のこと忘れたくないな。長谷君と今日一緒に過ごした時間を全部覚えていたい。どんな小さなことだって全部。藤宮さん、だってもっと前みたいに話がしたい。もっと今日みたいにたくさん会って話したい。長谷君ともっともっと友達になりたいの。でも私もうどうしたらいいかわかんない。俺バカだ。藤宮さんが泣いてる顔これ以上見たくなかったのに、何してんだ俺は。バカ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 。俺だってもっと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 藤宮さんと話がしたい。もっともっと一緒にいたい。もっと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 友達になりたいんだ。長谷くんの笑顔はやっぱり安心するね。藤宮さん、俺と私と友達になってください。